恐ろしい、この神の作品が。どうもこんばんは、ラブコメが生きる家庭の春末です。さて今回はこちら、天神さんちの縁結びのドンキ限定クリアファイルの紹介をしたいと思います。ドンキホーテでね、コラボってことで、この書き下ろしの和服メイド服、和服メイド服、和装メイド服っていうのかな、そう、和をモチーフのこの、ウェイトレスみたいな格好のデザインがね、新しく出まして、そちらが今回グッズ化されました。で、私が買ったのはクリアファイルのみなんですけど、他にもタペストリーだったり、あと缶バッジとかいろいろあったけど、結構なちょっと資金が必要になっちゃうので、私はクリアファイルのみということで、でもクリアファイルだけでもね、こうやってイラストを全部網羅できるので、ありがたいお話です。で、受注で、ネットになっちゃうんですけど、このなんか複製原画みたいな大きいね、ボード的なやつも買えるので、ちょっとそれが気になる方はぜひチェックしてみてください。で、天神さんちの縁結びといえば、今更ね語るのもちょっとおこがましいんですけど、おこがましい、もうね、週刊少年マガジンで絶賛連載中で、僕の中では括弧の言い名付けのとね、一緒に両翼、他にもたくさんねラブコメがあるからね、どれが一番っていうのはちょっとなかなか言えないんですけど、神社のラブコメですね。で、中学生、高校生、大学生と、ヒロインが3姉妹いまして、現在6巻7巻とかだったかな、まで発売しております。で、最新刊12月の16、17あたりの金曜日に発売するので、括弧の言い名付けの最新刊と一緒に発売しますので、皆さんぜひチェックしてみてください。居候先の神社に未来の結婚相手ということで、絶対正義ラブコメですね。五等分の作者の春馬先生の、アシスタントをされていた方が、書いてまして、こんな感じでね、初版ですよ。これの話は別に今することでもないので、はい、天神さん、皆さん気になる方はチェックしてみてください。ちなみに今の僕の推しヒロインはこの八重ちゃんですね。最初はこの朝日ちゃんだったんですけど、こうね、なんかそのやっぱメインヒロイン界っていうか、ピックアップ界っていうのかな、それを見るたびにね、だんだん推しが変わっていくという、五等分の花嫁でもそういう現象がありました。ではちょっと話を進めていきましょう。で、クリアファイルセットなんですけど、何枚入ってるかちょっと僕もよくわかんないんですよ。大体 2,3 枚が普通ですよね。そうで、天神さんちさ、本編はもう週刊少年マガジンで読んでるんですけど、もうヒロインがね、どんどんではないんだけど新しく出てきまして、いや、もうそれも楽しみでね。で、主人公との距離もやっぱヒロインたちが、なんて言うんだろうな、そう、初期に比べてだんだん縮まっていくんですよ。信頼関係とかね、意識し始めるとか、そういうのもね、やっぱりすごいいいですよ。で、やっぱ性格が劇的に変わるわけではないので、接し方とかもね、ほら、その照れ隠しっていうか、ちょっと照れちゃうところとかあったり、いろいろね、見ていてニヤニヤしながら見ております。全然開かないじゃん。お待たせいたしました。では行きましょう。逆だね。ほいっと、2枚ですね。まずこっちから、裏面はね、ちょっと僕もなんとなく分かってたんですけど、キャラが書いてない方はこうやって、カラーボールみたいな、カラーボール、ハートとかのこうやってありまして、あと丸がバーってなっててね、ちょっとすっごいクリアファイルの匂いです。ハートとか、こういう可愛いね、図形が書いてあります。ちょっと言葉が全然出てこない。で、イラストまずこんな感じで、1枚目はこちら。いや、めっちゃいいじゃん。それぞれのカラーのね、服を着てまして、衣装もやっぱちょっと違いますね。エプロン的なのもしてるし、その着物の上に、で、ほら、ゆなちゃんとか全然ちょっと形も違うし、このほら、なんて言うんだろうな、花とかさ、しっかり描いてあるんですよ。これじゃ分かりづらいんですけど、1巻こうやって桜っぽいのも描いてあって、2巻、3巻、4巻ってそれぞれね、お花が描いてあるんですよ。それをね、見てるのも楽しいです。すげえな。いいね、頭とかさ、髪型もやっぱ普段と違いますし、いや、おしゃれだね。こんな感じでなってます。そしてね、こちらもう一種類、こちら全体像ですね。これでない、これの方がちょっといろいろ話せるね。へえ、こういう形になってるんだ。なるほど、
校のほらなんかなんストッキングっていうのがストッキングみたいなやつだったり、こういうに入ったっけ。でこっちは何も履いてないけど、まあ、靴下みたいな感じで、ほら靴とかもさ全然違うじゃん。こういう下駄っていうかさ、下駄だったりこういうほらメイドさんとかが着てるようなね、履いてるような靴だったりとか、この裾っていうかそれっていうかさ、いやいいね、見てるだけで楽しくなっちゃいますよ。中見さんちねマジいいから皆さん。なんだったら、まあ、さっき格好の稲付けとなんか両翼うんぬんとか言ってましたけど、甘上さんちいいよマジ。あの、まあ、どれが一番とかはやっぱ言えないけど、どっちもいい。いやもう甘上さんちはねアニメ化絶対すると思う。まだ告知がないだけで、今なだから7巻ぐらいだから6、7巻か、そろそろ告知来るんじゃないかと。で何万部とかね、売り上げはねなんか書いてないんですよあんまり、その帯とかには。まあ、僕はあんまり初版だから書いて見逃してるのかもしれないけど、やっぱ重版とかもかかってますし、特典もすぐなくなっちゃうんでね、すごい人気のある作品ですよ。まあ、マガジンはねこれだけではないので、いろんなラブコメがあるんですけど、まあ皆さん単行本でね我慢できない方はマガジンの方もチェックしてみてください。いやーいいなマジ、ちょっといいけどさ、ちょっと語彙力が足りないからうまくもう話せないんだよね。まあ、激変わってことだけ皆さんチェックで確認をしていただければと思います。ちょっと今日全然話せねえな、話す内容がまとまってないっていうかさ、そもそも何も考えてないで今動画撮ってるから全然ダメだ。まあそんなわけでドンキホーテでねやっていまして、まあ、僕もね発売日に買いに行ったわけじゃなくて、ちょっと数日経った後に買って今急いで動画回してるって感じなので、まだ残ってるところにはあると思うんですけど、まあちょっとやっぱスカスカとは言わないけど減ってましたね。ので皆さんもぜひで、なくなる前に買っていただければと思います。では、こちらね。あ、確かね、ドンキホーテで通販もやるって書いてあったかもしれない。あったらちょっとリンク貼っとくから、チェックしてみてください。では皆さん、これからもね、一緒にラブコメを楽しんでいきましょう。なんだこの謎動画は。ご視聴ありがとうございました。甘神さんち最高！